どうも高井です。自分に優しく他人に厳しい人には辛い。あなたにとって最も簡単に楽な世界を作る方法。日本という世界には9割以上のブラック企業がはびこっているわけですが、そのブラック企業の中で働いている先輩たちっていうのは、自分に厳しく他人にも厳しくっていう感覚で働いている人が多いはずです。ところがこれから入っていく後輩たちはどう見えているのか。自分には厳しくしづらいわけですから、自分に甘く他人に厳しいっていう先輩に見えてるはずなんですよ。そんな先輩に一回で覚えろとか、家で復習してこい、なんでまたミスするんだなんて言われたら、その職場でビクビクしてミスばっかして働けないよね。怒られ続けるわけですよ。嫌な空気ってみたいな。理想は自分に甘く他人にも甘くなんです。つまり自分にも優しく他人にはもっと優しく、これが理想ですよ。そうしたら自分自身でもミスが減るんです。これなんでかっていうと、他人に厳しくしている以上、自分はもっと引き締めなきゃいけないっていうプレッシャーがかかる。で、他人に厳しくって教育をしていると、後輩たちはもうまた来られるかもしれないってビクビクした中で働く。両方生産性落ちちゃうんですよ。これは良くないよね。ところがね、ブラック企業の中で働いてると、あなた自身も自分に優しく他人に厳しいっていう人間になっていっちゃう。これは染まるからなんですよね。それはやめるしかない。で、染まってしまったら最後、家庭でも子供に同じ教育をして嫌われるんですよ。嫌じゃないですか。自分に優しく他人に厳しいっていう大人になりたいのか、自分にも優しく他人にも優しいって大人になりたいのか、この動画を見て考えてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。